はい、ヤマダンです。ミニ四駆ファンの皆さん、お待たせしました。ミニ四駆会です。原作通りだと次このプロトセイバーですね。まずは軽くマシン紹介。プレミアム化されてないんで、ボディは通常のやつですね。で、シャーシはスーパー2で、今モータートルクチューン2ですね、積んでます。で、タイヤの方なんですけども、スピンアックス同様テーパーの方を、内向きにして高速型、にしてます。で、前後は、軽量 FRP の、プラローラー4つですね。若干スタビ立ててます。で、スーパー2に乗せるにあたっての加工はこの子は特にはいらないんですけども、標準でついてくるモーター押さえパーツ、ここ今ないじゃないですか。これとボディ後方が干渉するんで、あのパーツだけ外してつけてください。そしたらつけられます。で、今日なんでコース映ってないのっていうのは、プルトセイバーをこの2機に勝たせたいんですよね。あの、正直なところ、まあ強敵なんで、強敵現れるなんで、まあ漫画アニメの見過ぎなんですけど。で、今日は何をするかというと、とりあえず卓上でスピードですねのチェックで、まずちょっと競争しようかなと。で、今それぞれですね、レブチューン2とトルクチューン2とトルクチューン2積んでるんですけど、一応ここに旧モーター、トルクチューンとアトミックチューンとレブチューン、なんでプロトセイバーアトミックチューン2じゃないんだって思われる方いると思うんですが、アトミックチューン2アマゾンで買おうとするとなんか知んないけど高いんですよね。ウルトラダッシュ買えるぐらいの値段で、ちょっとそこまで出して買う価値もないかなと思って、今日まで買ってないんで、まずは新規モーターでスピードがどれだけ違うかチェックして、で、この順番ですね、この順番にそれぞれ入れ替えてですね、で、スピードどれだけ変わるか、もしかしたら旧モーターの方が速いのかもしれない。まあ、高年代物のモーターなんで遅いかもしれないですけど、まあ逆にトルクチューン2だけ速いんだったら、レース動画僅差になるんだったら、プロトセイバーだけ2を積むかもしれないです。じゃあマグナムセイバーからレブチューン2ですね、いきます。21キロ、遅っ。まあ中継のレベチューンなんかこんなもんですよね。台形だったら速いんですけどね、もっと。21キロ。じゃあ次プロトセイバーのトルクチューン2、あんま変わんねえのかな、なんか音やべえな。
お、23キロ。マグナムより早いよ。このままでいいか。じゃあ次、ソニック。トルクチューン2いきます。あ、見てください、この音。さすがです、兄ちゃん。ちょっともう一回測っていいですか。なんかおかしいよな。セイバーが一番早いよ。じゃあこっからはこの子たち、旧モーターシリーズですねにちょっと入れ替えてもう一回測ってみます。ちょっと軽くグリス塗ってね。ワンチャンこっちの方が早いかもしれないんで、アトミックチューンって私の知識だとトルクチューンとレブチューンの合いの子の性能だった気がするんだけど、間中間間違ってたら誰か教えてください。確かそういう性能だった気がするんだよな。あれはプロトセイバーに合ってるとは思うんだけど。はあ、このねスーパー2のロック式じゃない方のモーター交換で綺麗なんだよね。マグナムとソニックついてないからさ、電池も飛んでるよね全部。でこのビスがどっか行くんだよね。なんでタミヤの純正のドライバーって磁力帯びてないんですかね。モーターに影響が出るから。磁気を帯びてないから使いづらくてしょうがなくてさ、仕事柄ネジ使うこと多いからよく磁気を帯びてるドライバー使うんだけど、絶対そっちの方がいいと思うんだよね。そんなこと言ってもタミヤからそんなのは出るはずがないんですけど、こんな弱小チャンネルのゴミみたいな私が言ってても、ああちょっとネガティブな発言やめますね。昨日ちょっといろいろ失言があったんで。レブチューンっつったらやっぱこの色ですよね。紫。なんでこれだけ色変えちゃったの。
めんどくさい。ビス止めないでいこうかな。ちなみにここのビスってめっちゃ締めるとめっちゃプロペラシャフトが干渉してなんか変な音しますね。今ちょっとやってみましょうか。これ今聞こえないでしょ。締めますよ。あ、聞こえないですね。あ、ブレイクイン効いてんなこいつ。じゃあちょっとボディつけるのはめんどいんでこのままいきますね。マグナム旧レブチューンいきます。早かったらこっちにします。本当にですよ。今測り方とかじゃなかったでしょ。24キロや。じゃあマグナムはもうこれプロトスイバー勝たせるとかどうでもいいや。最速セッティングの状態にしといてあげたいんだろう。じゃあプロトセイバーはアトミックチューンにしましょうか。ワンチャンすげえ早いのかもしれない。これ楽なんですよね、このロック式。これ後から出たやつ、ほらドライバーいらないでしょ。全部これにして再販も全部直してタミヤ直さないんですよね。楽なんでしょう。もうありました。さあどうかな。これでいくと9の方が早い。あ、なんか音が違うな、さっきと。セイバーもこれでいきましょう。1キロ差なんでマグナムといい勝負してくれるんじゃないの。まあローラーセッティングがすごい出るんだろうな今日。プロトセイバーはアトミック中モーター、うん、やっぱ旧モーターの方が早いですね。はい、じゃあソニックセイバートルクチューン、
何個か持ってるんだけど、どうしよっかな。全部やるとちょっと時間が長くなっちゃいそうだから、まあ、この1個で、まあ、後で動画外でちょっと見ときます。あ、これほんとめんどくさい。ここだけ売ってましたっけ、パーツ。買おうかな。なんだいか、これのままデフォのままのやつがあって、いや、めんどくさいんですよね、セッティング変えんとき。全部遅い気がする。音変わったな。前の方が静かで好きだったな。22キロ、うん、全部旧モーターの方が速いっすね。まあ誤差なのかもしんないけど。というわけで、新モーターが旧モーターより性能が劣るということが分かっちゃいました。まあ、トルクチューンはちょっと走らせ比べちょっとこの後しますんで、はい、このセッティングでじゃあこの後レースですね、行きますんで、長くなりましたけども、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。